えー、ということで、えー、長く続いております谷村の、えー、解放史のおもうトップ人気のコーナーでございます、えー、熱烈希望対談、えー、今回はもう谷村の熱烈希望によりまして、えー、文化庁長官に就任されました徳倉俊氏さんにお越しいただきました徳倉さんありがとうございましたどうも久しぶりです元気そうでね,、えー、ね徳倉さんとは 出同い年だしい年ですねそれで、ね、関西と関東だったけどねで表のレコードの表と裏でこうスタートしても意味がわからないでしょうの方はね。あの今ね徳倉さんが話してくださってたのは、えー、徳倉さんが学生時代にやってた「パニック・メン」というバンド。ンドはい、で僕は、えー アマチュアでやってたロックキャンディーズっていうのが、あの。一グループで両面っていうのは当時なくて。半分ずつだったんですよね。売れたた人は両面やらしてもらった。あ、そうか、そうか。僕らは。無理だった、ね。<laughs> <だ>もう、名もない。<laughs> ね、名もないバンドでした。名もないバンド同士がその。片面ずつになって、そのカップリングになってるっていうところから。実は縁が。始まる これすごいなだからもうデビュー前ですから70年ですよ僕がね19歳多分歳僕は向こうから帰ってきてねそれで日本大学に入ってんか音楽やりたくてみんな先輩だったんですよ僕はもう一番下級生でで東芝でレコーディングするって読んであじゃあ僕もお願いしますみたいな感じだったの。 だからあのそれで両,両面ででしょ、はい、それで発売になってね、うん、あの先輩がね「うん、おいこれから銀座行くぞ」って言うから「よ、うん、し」っつって銀座のヤマハとヤマノ行って餌箱、うん、見たらあ、うん、ったわけですよ。はいはい、ところが表が、えー、ロックキャンディーズが表になって <laughs> ちょっと待って」<laughs> <laughs> それでもうみんなね サバコン並んでる、まあわずか五六枚だけど、ど、はい、全部ひっくり返して。<laughs> 今度は、あの七丁目の山入ったら、うん、やっぱりあったわけです。うん、みんな六百四十が表なんですよ。うん、また、全部裏返してで。帰ってきました。<laughs> <laughs> いろんなことがあったんですよ。<laughs>